皆さんこんにちは、おゆきです。 CWS2AB の置くだけ簡単攻略になります。まずは A から。このステージはほぼ使っているオペレーターとか配置している場所とかはほとんど同じですね。S1 のね、動画でも1から3まではこんな感じでね、ゆっくり喋って、簡単にクリアして楽をしてクリアしてもらうっていうのがね、私の一番のね、目的というか、この動画の存在意義言い過ぎかだと思っているので、難しいステージをいかにね楽にクリアしてもらうかみたいなところなんですが、やっぱり S4 に関してはバランスですよね。簡単にクリアできるっちゃできるけど、結局その幅広い、ユーザーに見てもらうとなると、難しすぎるステージはある程度手動操作を入れながら、壊滅ポイントとか、ちょっとした、ギミックに対しての理解度なんかがあった方が、自分なりにもアレンジしやすいと思っているので、S4 の難易度はね、さすがにね、安定攻略、かっこ手動操作っていうような内容になってます。ただ、手動操作といっても、私攻略動画の編集には結構力入れているので、そのタイミングとかはね、結構見やすい動画になっていると思うので、ぜひね、参考にしてみてください。次は S2B ですね。こんな感じでほぼ使っているオペレーター一緒で、配置している場所もほとんど一緒なんですが、一応確認用として、同じようにね、1は1、2は2、それはそうや。A は A、B は B、みたいな感じでね、やってもらえたらなと思います。この後、S3、そして S4 っていう風にね、実況をつけていかないといけないので、私もちょっと休憩ではないですけど、ちょっとね、ゆっくり喋ってます。やっぱこの季節ね、日本は、特に寒くなってきて、乾燥、喉の乾燥がちょっとあるので、あんまり連続でこう喋っているとね、なんか、喉弱なったなーって感じしますね。暖房とかつけるからか。けど暖房とかそういう暖房器具なしで生活するのもね、ちょっと本当に寒いんでね。いいな、この危機契約のデイリー並みに攻略動画と関係のないこと喋れる時間があるのいいな。私はね、攻略動画、攻略内容と編集はもうしっかりやるけど、実況は割と適当っていうね、そういうスタイルでやってるので、それがね、ちょうどいいっていうか、ちょうどそのバランスを保ててるんですよね。その動画編集っていうのは楽しいだけのもんじゃないんで、結構しんどい部分もあるんですけど、その辺のバランスを自分でね、そういう風にやって、楽しくね、編集してます。ご視聴ありがとうございます。また次の動画で会いましょう。バイバーイ。